さあ、始まりました、モテキチャンネルです。さあ、はい、大久保と松原さんで。こんにちは、大久保です。ちょっと、的にやばいかもしれないですね、これは。眼帯つけた方がいいですか。はい、そうですね。はい、帰ってきました。はい、ということで、まあね、これは症状としてはどういう怪我名だったんですかね。怪我名としては、眼下内壁の骨折と眼下内挫創っていうので、まあ、だいぶ縫ったり、骨が折れたり、ちょっと大変でしたね。まあ、失明しなくてよかった。いや、本当ですね。失明しなかった。あ、そうですね。ちょっと、藤川さんは関係なくて、シンプルに、ちょっとヤバめの人に殴られたっていう感じで。で、ちょっと、これからいろいろあるんで、まあ、ちょっと、詳しい言及は先させていただくんですけど、殴られて、で、メガネかけてたんですね。で、メガネかけてて、殴られて、レンズが割れて、で、レンズが、僕の目と上、こっちのやつ全部、皮膚えぐって、で、もう、皮膚ベロンベロン、肉見えるぐらいまで、ちょっと、下の方ベロンベロンってなって、と、その場で救急車運ばれて、殴った人は逮捕されてって感じになって、病院で緊急で、まあ、なんか口論した感じ。ああ、そうですね、はい、手出さなかった。ああ、全く全く持ってて、まあ、いろんなことは言えないので、ちょっとこれだけで、はい、ここから頑張りたいと思います。わかりました。で、まあ、どうしててんちゃんと喧嘩してたんですか。これ、てんちゃんじゃないですね。あ、これは藤川さんじゃないですかね。それはちょっと、てんちゃんの右フックが。てんちゃん意外と俊敏に動くから。あ、そうなんですか。こんだけの筋肉隆々のね、ムキムキお子さんを攻撃できるとは思えないんだけど、ね、杖でやられる。合宿で一部ちょっとね、松原さんのところでちょっと話題になってしまったんで、はい、まあ、ちょっと今日釈明の動画をちょっと僕の方からお願いして撮らせていただいてるっていう感じなんですけど、ね、まあ、結論から言うと、松原さん主催の合宿で、藤川さんと喧嘩をしましたと、うん、いう感じに、まあ、合流してすぐですよね。合流してすぐなの。すぐ宿舎まで車で行って、そこでですね、で、僕が一方的に藤川さんの話だけ聞いて、まあ、そんな大事じゃないと思ったんで、まあ、大久保さん確認せず出したのは申し訳なかったんですけど、意外と反響があったんで、一旦カットして、それぞれの、まあ、言い分をちゃんと聞けたらなと思って、今日ちょっと前田さんのチャンネルをちょっとね、ジャックしてジャックさせていただければと。どういうこと、ついてすぐ何があったのか言ってください。とりあえず時系列順に説明しますとですね、駅に集合して、そこから車で移動だったんですけど、僕藤川さんと一緒の車だったんですよ。はいはい、で、車で一緒で、で藤川さんと他あと3人ぐらいかな、うん、僕含めて3人ぐらいで一緒にいたんですけど、藤川さんが会った早々、僕今 38.5 度熱があるんですよねって言って、あ、はいはいはい、で、なんか合宿の前日か前々日ぐらい動画上げられてて、はいはい、そこでもなんか今39度ぐらい熱があるみたいな、あ、なんか肺炎とかいろいろ言ってて、ね、コロナじゃなく風邪じゃないっていう、あ、そんな感じのことをずっと言ってて、で、車の中でずっと俺今38度の熱があるみたいな感じで、で、薬とかずっと飲んでて、で、ゴーゴー咳してて、で、まあ、僕からすると、僕自身夜行バスで岡山まで行ってるんで、はいはい、東京からね、東京から岡山まで夜行バスで行ってるんで、夜行バスってもうどう考えてもね、病気が感染する環境なんですよ、正直満員だったんで、でもそれ超えてその駅まで行って、で、隣で38度5分の人がギョ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 咳してるってなったら、ちょっと僕からしたら、いや、なんで来たんだよって話になるわけですよ、正直。なんでお前来たんやって話になるわけで、で、それで藤川さんに、え、あなたその風邪本当に虚偽ですかみたいなことはちょっと聞いたんですよ。本当に虚偽ですかっておかしいよね。それは本当ですかっていう感じで、虚偽なんじゃないんですかっていう、それ聞いたんです。その問答を何回かしたら、藤川さんが突然、虚偽じゃねえって言ってんだろうがって切れ出して、で、それで僕が藤川さんに言ったのが、いや、何切れてんのと、虚偽じゃない方がヤバいんですよっていう話をそこでしたんですね。なるほど。いや、なんで38度の熱がある状態で、いや、合宿に来るねんと。で、まあ、藤川さん曰く、うつる風邪じゃないから大丈夫だっていうところだったんですよ。まあ、とてもじゃないけど信用できないんで。どっちに転んでも良くないってことね。どっちに転んでも良くない。そうなんですよ。ダメじゃん。そうなんですよ。イエスでもノーでも。ダメじゃん。藤川さんなんでこんな切れてんのかな。どっちに転んでも、虚偽だったら、僕は何も問題ないけど、動画では叩かれるじゃないですか。一応その、風邪でもない、この陰性っていうのは、ちゃんと僕事前に確認してるんですよ。だから実際あれでうつった人はいないんですけど、ただ一般的に結構咳込んでたから、そうですよね。そういう怖い印象を与えてしまったら申し訳ないかなと思ったんですけどね。で、合宿着いた後も普通にみんなと同じ部屋で勉強して、うん、で、バーベキューとか普通に一緒にやってるんで、うん、まあ、一般的な感覚としてはちょっとありえないよなっていうのが、うん、ちょっとまあ僕の感想で、ああ、熱があるっていうのが、熱があるの、ね、もし熱があるなら本当だったらです、うん、で、まあ、その熱が肺炎によるものなのか風邪によるものなのかっていうのは知りようじゃないからね、そう、別に知りようじゃないんで、うん、で、正直そういう風になるんだったらと思って、もう車の中ではっきりさせようって思って聞いたんですよ、うん、あ、なるね、虚偽ですかっていう、うん、で、そしたら藤川さんもちょっと僕の聞き方も良くなかったと思ってて、うん、で、まあ、藤川さんいろいろあって、やっぱ虚偽って言葉に敏感なんで、ちょっと
だからそこをちょっと考慮せずに普通にストレートに虚偽ですかって聞いちゃったんで、でまあそれでもあの結構そこからもご機嫌斜めって感じ、うん、でそれで最終的に藤川さん切れるっていう感じの流れです。なるほど。でまあそこからは藤川さんとはもう会話一切してないんで、まあそれで終わったならそれでよかったんですけど、大久保さんがごめんなさい、まあ、すいません僕なんか空気悪くしちゃったかもしれないですって言ってました。ああそれ松原さんに一応藤川さんと喧嘩したことは伝えて、つまりそこに松原さん乗ってないわけね。あそうです、車には車には乗ってないです。で車には乗ってない状態で着いて、で松原さんにすいませんちょっと空気悪くしちゃったかもしれないですって言って、うん、僕が謝り言って、うん、まあ全然いいよで合宿はこれで終わりです。合宿終わった後松原さんの動画で藤川さんの英単語、そうだから英単語ちゃんと覚えたか、まあ、単語帳を見てやってたから、うん、例文見たら答え載ってるじゃないかという見方をする人もやっぱいるので、完全に単語しか書いてない状態でちゃんと言えるかっていうのをやってあげたんですよ、うん、そこでちょっと彼がね触れたんですよね、喧嘩について。もう触れたんですね。触れた。何言ってたの。要約すると、うん、僕がだるがらみをしたと、うん、お前虚偽だろ虚偽だろみたいな感じでだるがらみして、うん、藤川さんが切れたみたいな、なんか、うん、いや俺印象悪みたいな感じ、うん、でそれ見た瞬間にちょっと僕がいやそれはおかしいってなって、うん、まあ事実は事実なんですよ、うん、虚偽、ただ解釈がちょっとねじ曲がってるんで、うん、あそれで松原さんにいやちょっとそれはおかしいでしょっていうので、うん、連絡したところ、うん、あそうだねと思って松原さんが迅速にカットしていただいたんですけど、その段階でカットというか一回放棄非公開にしてカットしてもらったんですよ。そうですね、カットしたのを上げた、ね、で別に動画を上げたんですけど、思った以上にちょっと多くの方に見られてた段階 で、ね、で松原さんのコメントがちょっと荒れるっていう、うんうん、大久保さんと藤川さんの喧嘩なんでカットしたんですかっていうコメント欄がちょっと軽く、まああれだとちょっとね一方的に大久保さんが悪いようにも見えるし、ちょっと真実と違う部分もあったかもしれないなと思ったんで、ちゃんと一回萌田さんのチャンネルをジャックして話しましたなるほど、はい、分かりました。そういうことがあったということですね、っていう感じです、はい、まあ合宿はこれ、うん、でまあ僕が何に怒ってたかっていうと、まあ一つ目は熱がある状態でそもそも合宿に来ること自体がおかしいだろうっていうところ、うんうん、と僕の前では納得したような顔してたくせに、僕が頭上がらない松原さんに対しては僕を悪く言うような感じで反抗していくのはちょっと普通に汚いだろうと、うん、っていう2点ですね、うん、僕には他の参加者、まあ、大久保さんはじめ天ちゃんの席っていうかね、その症状についてちゃんと伝えた方が良かったかもしれないですね。風邪だと思って怖がらせた人は他にいるかもしれないんで、うん、そこはちょっと僕説明不足があったんで申し訳ございませんでした、うん。え、合宿自体はどうだったの？その後だってシャレペってないわけですよね。いや合宿自体は本当に最高でした。とにかく河合先生の解説が分かりやすすぎて、まあ僕数学のあのベーシスで英語の合宿だったんですけど、うん、まあ僕だけあの特例みたいな感じで、うん、あでもまあ英語も勉強、まあ英語は自分で自力でできた方なんで、はい、逆に数学がねちょっとネックの部分があったんです。まあちょうど京大卒の講師が2人もいたんで、河合、うん、先生中心に教えていただいて、河合、まあ、先生の解説の素晴らしいところが、うん、模範解答の解説を分かりやすくするんだったら、まあ正直多少実力がある方だってできると思うんですけど、僕の解法がなぜいけないかっていうのを一瞬で理解して、一瞬でそれをあこれはここは違うっていうので説明してくださって、で僕が使ってる参考書の回答に書かれてる解法と僕が使ってた解法がもう完全に違った状態でも、この解法でいくんだったらこの値をこういう風にやってこういう風に場合分けしなきゃいけないよねっていう感じで、こっちの解法で僕が使ってる解法を尊重した上でそれで答えを出すってところまでやってくださるんで、実践的というか、あこの頭の使い方すれば本番でも多分取れるだろうなっていう、あのそういう見通しが立つような解説だったんで、すごい彼はあの英文特化にも同じような解説できるんですね、うん、答えがこれね、根拠はこうって書いてあるんですけど、でも根拠はこうだって考えてる生徒がいたときに、根拠のここは正解してる、ここは違う、ここはこうだよみたいな、こう軌道修正をうまくしてくれる、思考回路をすごいロジカルにしてくれますね、うん、よかったですね。もうずっと河合さんの株が下がりまくって天ちゃんの実力が明らかになっていくたびにどんどん下がってたんでね、そうなんですよ。実力すごくあった。ほんまによくね、英検準1級と2級受からせることも多いですし、うん、トイックもすごい伸ばしてくれるんで、うん、まあ、大久保さんもね、まあ、東大レベルのね、長文やるときとかね、また、ああ、もう本当にお世話になると思います。と、今はもう、ズームとか、スカイプとかで、うん、あの画面共有して解説いただいてるんで、うん、本当にありがたい限りです。合宿はどうするの？またやるんですか？はい、今度ですね、8月3日、4日、土日なんですけど、前回、自然の中で勉強するっていうことなんですが、今回、都会で勉強しようと。まあ、都会でいうと大阪なんですけども、はいはい、大阪の中心地でちょうど3日の日に花火大会、江戸川の花火大会があるんで、はいはい、勉強した後にタワー型のマンションがあるんですよ、はいはい、そこでみんなで花火大会見ながら、うん、今日一日頑張ったねみたいな、ちょっとそういう機会もしながら、翌日もまたがっつり勉強してっていう合宿をですね、まあ、また今回も12名限定で、3日4日って言ってました、はい、8月3日4日ですね、8月3日土曜日と8月4日、はい、日曜日っていうことですね、はいはい、をちょっと開催予定しています、はい、ご興味ある方は概要欄にリンクをちょっと貼って出していただいて、わかりました、まあ、そこで登録いただいた方に告知していきます、はい、今回は2パターン考えてまして、宿泊施設
と、まあ、会場費込みで、まあ、ちょっと今回計算してるんですけど、その場合は大体1泊2日で3万円いただこうと思ってます。なるほど。で、宿泊施設はもう自分で取るよという方は、あ、まあ、1万5000円にしようかなと思ってます、うんうん、まあ、この2パターン選んでいただければなと思ってます。はい、ぜひじゃあご興味のある方が、はい、あの大阪市内の、まあ、都心部なんで、はい、まあ、そこだけまたお伝えしたいなと思います。はい、わかりました、はい、ということでございました。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching. Bye.